入道の宮をまた新たに御母校の位に遊ばすことは無理であったから、太上天皇に準じて女院に遊ばされた。報告が決まり、院の司の任命があって、これはまた一段立ち勝ったご立派なお身の上と見えた。仏法に関係した善行功徳をお営みになることを天職のようにおぼしめして精霊しておいでになった。長い間御所への出入りもご遠慮しておいでになったが、今はそうでなく自由なお気持ちで宮中へお入りになり、お出になり遊ばすのであった。